川家康彦。ここはですね、小杉にあります徳川将軍小杉御殿跡という場所になります。今三十三に行ってきたんですけど、三十三の、参道の入り口付近になります。そして、まあ、今映さないですけど住宅街になっているんですが、中原街道、この道がですね、非常にこうなんですかね、カニ格好になってて、どこかの城下町かと思わせるような、そういう雰囲気の場所です。で、その道路をなんでこんな風にしているかっていうのはここにね、説明があります。鍵と呼ばれているものなんですが、要するに小杉御殿というのは徳川家康公が、まあ、主に、まあ、宿泊もしてたんですけど、その鷹狩りの行き来に使っていたと。それでここに、まあ、滞在することが多く、もちろん宿泊宿舎として使ってたわけですから、この周りもですね、まあ、寺院もすごい広いですし、まあ、堀とかもちょっと今見ると見受けられないですけど、もしかしたらあったのかもしれませんね。まあ、多摩川も近いということで、なんかこれもうどっかの城郭の、ね、地図みたいな感じですよね。まあ、ここにも書いてありますけど、まあ、表御門、御主殿、もう本当に一通りなんですかね、住まいとして、あるようなそんな形だったんで、それを守るという意味で、この道もですね、曲がりくねってて、要するにいわゆる城下町で見られる攻めにくい部分ですよね。蟹形の道は防衛のために工夫された、わざとやってるわけですから、まあ、通りにくいわけです。今でこそ道側の直線化して、ここの前の道もまっすぐになってますけど、もっとぐねぐねしてた感じですよね。だからまっすぐ行かせないし、もう角角に、こう要所要所にはですね、見張りも置いてたでしょうし、もうここがね、もうちょっとしたこう家康公の滞在する、まあ、特に先ほど言ったように宿泊をしますんで、やっぱり、どんな、ね、敵が襲ってくるかわかんないですから、まあ、そういう意味で、このような形状の町にしたみたいですね。まあ、確かにここは横町ではないんですけど、こんなにいろいろね、その当然滞在するにはお付きの人とか部下もたくさんいますからね、そういう人たちの接待する場所とか、何百人もいる感じで大規模な鷹狩りもしてたみたいですから、それを考えると何百人、もしかしたら何千人っていう単位ですよね。そうなるとその方たちの宿泊する場所、衣食住ですよね。そういうののやっぱり要の場所になりますので、これだけの防衛になったんだなと思いますね。まあ、参道も綺麗になってしまってて、まあ、ここもこう日もね、大きく綺麗になってますので、分かりやすいかと思います。小杉御殿跡でした。